痛かったですか？若干痛いです。で、だらんとしてください。だらん、はい。力みがすごいですね。力みがすごい。あ、そうですか。
痛いっす。顎を引くよ、ね、はい、息ハート吐いて。もしだったら、はい、吸って吐いて、今吐いて、吸ってください、はい、吐いてください、はい、はい、はい、硬いですね。痛いというか、もうちょっと気持ちいいというか、痛気持ちいいですね。表ももが肩と関係してるんですよ。ああ、そうなんですか。はい。うん、気持ちいいですね。はい。横にこっちに来ていいですか。はい、でちょっと深めに座ってください。お尻後ろに入る、はい、これ店でやらないですけど、はい、この知っておくと便利というか、こういうほぐし方もありますっていう。なるほど、はい、どうですか。気持ちいいっちゃ気持ちいいです。
なかなか ももを揉むことがないので、はい、こんなにこう圧がかかってうわーって感じですね。これあんまり手でやるのって疲れるじゃないですか、はい、手軽にあんまりこうそういうことか知らなかったりとか慣れてない方でもやりやすい方法ですね、うん、肩こりに効きます、うん、あんまりこう乗る方が、はい、覚えとダメかもしれない、ね、そうですよね。でもそうやったらこういうふうに片足ずつでも、あ、なるほど、はい、はいはいはい、こういう感じで調整して、でも意外とこうもも大きいところなので思うよりも負担が、多分結構足の裏って二十何センチあるじゃないですか、はい、ピンポイントで押すわけじゃないので、うん、そんなに痛く感じづらいというか、はい、痛く感じても、まあ、危険が少ないというか、うん、さっきもだいぶ覚えましたよね、はい、ペイペイでのお支払いが可能になりました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.